セットトップボックスと録画機器を AV ケーブルでつなげる場合、セットトップボックス背面の VTR レック出力をご確認ください。すでに他の録画機器と AV ケーブルで接続されている場合、現在の録画機器へつなぎ替えが必要です。現在の録画機器の AV 入力から黄色、白、赤の AV ケーブルを外します。抜いた AV ケーブルを新しい録画機器の AV 入力に色を合わせて差し込みます。以上で録画機器の AV ケーブル接続が変更されました。セットトップボックス背面の VTR レック出力が開いていて、新たに録画機器を接続する場合、 AV ケーブルをご用意ください。 AV ケーブルは両側が黄色、白、赤の RCA ピンプラグとなる映像・音声ケーブルを使用してください。用意した AV ケーブルの一方をセットトップボックス背面の VTR レック出力に黄色、白、赤と色を合わせて差し込みます。 AV ケーブルのもう一方を録画機器のAV 入力に色を合わせて差し込みます。以上で AV ケーブルの接続は完了です。録画する場合、セットトップボックスのリモコンで録画したいチャンネルを選曲し、録画機器のリモコンで録画を開始してください。録画しているときにセットトップボックスを操作すると、操作した通りの画面が録画されますのでご注意ください。